銀座ですね、今日は。ちょっと今日はお店に行って、スタッフと話をしたと、スターバックスで仕事をしてました。家に帰ると仕事ができないので、電話がかかると思います。今度は育児をタッチします。うちの奥さんと。これから奥さんは、用事があると。夜は私のところですね。これはシルエットですね。すごく軽くていいメガネなんですけど、これもですね、ちょっとうち売り物から一回引いてます。というのがメッキがちょっと剥がれてるんですよね。でこれメッキを再メッキして再販まで出すかっていうところがね、微妙なところなんですよ。とってもいいメガネなんですけどね、シルエット、本当はとってもいいメガネです。で2ポイントメガネレンズに穴を開けるタイプなんで、ちょっとね、何かとこれレンズ作り替えたりするのもちょっとめんどくさいんで、はい、ちょっとこちら放流になってるメガネです。いいメガネなんですけどね、シルエットオーソリア。本当にこのバリアント、このバッグがですね、めちゃめちゃしょいやす。グレゴリーよりも全然しょいやす。グレゴリーは本当、リペアポリシーは最高だったんですけどね。やっぱね、デナリさんですね。もう山の水で、四ツ谷のデナリさんで、一番迷いなくおすすめというだけあって、この、オスプレイバリアントってものすごくしょいやすいです。もう全く別物かと思うぐらい。今これで12キロ入ってるんですよね。今まで20キロでやってたんですけど、あんまりエベレスト高所登山には20キロも必要ないっていうことだったのと、まああんまり重くやりすぎてもこの筋肉がついちゃうと余計な酸素を使うってことで、まあ10キロ前後でいいってことなんで、それでやってるんですけどね。ほんとここまでやるともう何の重さも感じないですね、正直。まあほんとテレビ番組 NHK でやってた15キロで40回3往復を毎日やるだけでね、こんなところで弁当食べて、ちょっとこれ捨てないとダメでしょ。で、いいってことなんでね。だから自分なんかここが30回だから、4往復毎日やるだけ。で、ウルトラマラソン250キロ系を、女性の部で1位、全体でも15位以内に入れるっていうのは、すごい驚きですね。電気が切りまくるじゃん。